高緑坪駅は台湾海予市県竹崎号にある有山森林鉄路有山線の駅標高997メートルの無人駅隣の離遠領駅から唯一駅間にトンネルがなく駅周辺の高台からの眺望が良い由来については諸説ある比較的平坦な当地が早くから外地との交易拠点となったが 平地からの来訪者は運搬で生計を立てていたものが、多く、物資、交易でく、力の雇用が生まれる、つぼことなった説。当地が、高度的にも、距離的にも、有山線の中間地点であり、上下列車の交換に適しており、実際の運行時刻でも交換が多かったことで、効力となった説。日本統治時代に開発に動員された、八火人が現地で牽制する柏を、 小ぐりと言っていたことから、効力に転じ、それが、壺ごと合わさってできた説。上下列車が交換できる、要、副本線に一線を持ち、ステップ式の簡易な仮設台のみ備えている、地上駅。ホームから見て、左側が事務室、右側が、待合室という隣の独立山駅と同じ構成。小規模の民家、商店がある。竹崎からの途半区間で道路とは、 一旦離れるが、当駅からは再び並行する。ありがとうございます。